ビッグジョンズのレスポールパッド持ったのよ。そしたらベルトと隠れたのよ。ああシングルになるように改造してて、うんうん、そうですよ。これ外してる人いるんですけど、あんまり好きじゃないのよ。ちょっとなんか、ちょっとなんか、うん、なんかメイクしてない女性みたいなね。田中一郎のギターアッパーカットという、レスポールカスタムアッパーカットではありません。森地純太さんをお迎えして、今日はね、彼のギターを中心にお話を聞いていこうと思いますけども、まあね、前回までで子供の頃からまして中3からギターを入手したりいろいろ話聞きましたけども、レスポールに向いたのはもうストラトの半年1年後ぐらい。そうですね、大体そんなもんです。レスポールはどこなんですか、メーカーは。最初グレコでした。おお、グレコの、あのゴールドトップ。うん、ゴールドトップですね。カスタム、最初カスタムじゃなかったんですよ、あれは。あのゴールドトップで、ここがなんか空洞のやつ。え、なんかこの表面だけちょっと空洞っぽいやつだったんです。あ、いや目には見えないけどでしょ。そう、見えない。だから初期のやつだから、バックは一応マハガニっぽいんだけど、はい、ベニヤ貼ってあるのよ。だからピックアップ取ったら中が開いてるの分かるの。でそうなんですか。こうやって音がちゃんと、そうそう、こう詰まってない音が、でそれだから SG の方がいいよっていう先輩の言葉もあったんですよ。なるほど。グレコ買う時、でも別に悪い音だったわけじゃないけどね。うん、うん、ということはもう EG360 とか420とかそのノリだよね、多分。覚えて、中古で買った覚えてないんですけど、でそれをニール・ショーンのようにリアだけスーパーディストーションかっこいいみたいなやつに変えて使ってました。え、結構長く使ったんですか、それは。いやー、でもそれもそんなに長くなかったような気がするんですけど。次のグレードは、次もグレコです。今マーキームーンってここにこう入れてるグレコのカスタムをいまだに使ってるやつなんですけど、うん、それです。次、僕が ALB やってる頃ですけど、グレコって異常にいわゆる EG400、500、600、700、750とか、うん、1万円 以内の単位でグレードがあったんですよ。うん、それどんぐらい、それは。それ多分 9万円ぐらいのやつだと思います。900だから多分思うに木工技術は多分あんまり変わんないんですよね。で使ってる木の質は違うかもしれませんけど、うん、あとはU1000 とか2000、3000とかドライとか、そのピックアップのグレードが違うとか、でしょうね。でも結構高い方ですよね。もうそうです、高い方です、もうその時期の9万とかって、いや、めちゃくちゃいいと思うよ。うん、それはもうカスタム、カスタムですよね。うん、色も黒ですか。黒です。じゃあもうそれからほぼレスポールはカスタム。そうですね。すごい。じゃあもういわゆるジュンスカでライブハウスとか出だしてもそれ。それです。はい、じゃあもう次ギブソン。次がギブソンですね。おお、まあそれまでにちょっとファイヤーバードとかフライングビーとかいろいろあるんですけど、でもそれはアマチュア時代の話で、で結局その黒のグレゴのカスタムは一番、まあ、メインっぽく使っていて、うん、でそのままデビューをする直前に白のカスタムギブソンを買ったんです。あ、じゃあ逆にギブソンは白が最初。はい、うん、次は白だなと、でやっぱり黒のギブソンも欲しいぞと。おお、もうもちろんもちろん、やっぱり。え、その白は何年生ぐらいの。あれは多分85とか6とかそんなもん。ああ、じゃあもうデビューするちょっと前の、はい、じゃあその次ぐらいから。それ今でも使ってるんですよ。じゃあその次ぐらいからもう古いレスポール。そう、次からもうこれです。次に買ったのはこれです。それは何年生でしたっけ。72年。おお、いい時期だね。うん、結構変遷あるんですか、カバー取ったりブリッジがどうとか。ピックアップはもちろんもう変えちゃって、もう全部変えてますね。パーツもペグも変えてるし。うん、ピックアップはちなみに何に変え
何でしたっけ、あのよくあるよくあるやつです。何ギブソンじゃなくてダンカン、セイモアダンカン、ああセイモアダンカンのいわゆる普通のノーマルなハンバッキングな感じ、パワーアップしてるんじゃなくて、いやパワーアップしてるやつだと思うんですけど、あのなんだっけ SH なんとかとかで数字が上がっていけば上がっていくほどレベルが高いんですけど、ね、でしたっけね、確かに、うん、ちょっとごめんなさい私も詳しくないんですけど、でなんだっけすごい高いの出したよね何年か前、ダンカンですか、大体 1,2 万高くて3万ぐらいなのが6万とかなんか法外に高いのを出して、なんかこだわりの、うん、なんかこだわりの同じコイルだとか、いろいろあるんじゃないですかね、5線のあれがとか、だから結構僕はねハンバッキング系はあんまりパワーを求めないタイプなのよ、ノーマルのハンバッキングでいいぞっていう、でフェンダー系の場合はリアはちょっとだけ注意区増やしてくれますかっていうパターンなんだけどね、で基本的には若干パワーアップしたのが多い、多いです、やっぱどうしても、まあ、今ってハイゲインのアンプ、まあ、あの僕マーシャル2000使ってるんでもう十分じゃないですか、どんなギター使っても歪むじゃないですか、で昔の本当に4インプットではないにしても、マスターとゲインだけつけてついてるやつもやっぱ足りないんですよ、あれでも、いわゆるマーシャルのキャラクターのウェーンっていうのを出すには、それなりのあのゲインアップしたピックアップじゃないとなんないかもしれない、で僕足元でそうプラスさせるのはあんま好きじゃないから、だからまあ今はソロの時にそういうの踏んだりしますけど、歪み系は、でも基本はやっぱりあの元がアンプで歪ましたいタイプなので、ギターのピックアップはやっぱちょっとレベル、あのゲインが高い、結構あれですよね、ボリューム下げてバッキングとかしてたんだよね、でも今も してないですけどね、昔は知ってたでしょ、結構してました、で多分ね B カーブとか A カーブってあんまり詳しくないよね、あんま詳しくないいやだからね72年だったら A カーブかもしれないんだけど、はいはい、B カーブでねバッキング下げると結構大変なのよ、あそっか4とか5ぐらいまで下げないと下がんないんですよね、基本イチローさんの A カーブですよね、ずっと A カーブですね、だからまあフェンダーがずっと一貫して A カーブなんで、あのフェンダーのあれになれるとギブソンも A カーブに変えた方が楽かな、そうな、へえ、でもなんか A カーブだとガクンと落ちるとちょっと怖いっていうのは、いやだから逆に言うとさ、例えばこんなにへそんでてもなんかこういう、こういうのができるっていうのはあるけどね、ああそっか、だからあの B カーブだとやっぱり、ね、相当落とされてこういう、あまあ確かに普段これ最高にからね、やっぱり声がなかなかならないよこれ、あと、そういうのがこうできるっていうね、で僕も本当に ALB の2枚目のツアーぐらいまでマットガンプショックだったんで、歪み物も何も置くの嫌だったんで、それでやってたからね、でも逆に僕マーシャルを使い出したのはあのアンディ・サマーズの影響の方が大きかったんですよ、へでアンディ・サマーズのライブの音を PA ラインで録音したのを聞かせてもらって、すげえじゃんこのキリアの音と思って使い出して、それでマーシャルとエフェクターを使ってみようって言ってマーシャルに行ったんですよ、ね、あそうなんですか、だけどレコーディングの時はマーシャルを爆音にしてやりましたよ、やっぱりだこういうのもやりたいからやりましたけど、そのライブに関してはそのエフェクターとともにマーシャルを導入した感じで、相川さんとかで話したら、いや一応 50W やったら結構使いやすいよとか言われて、どうって言ったら 100W 最初買ったんだけど、やっぱみんなにやかましいって言われてで 50W 使ってみたらいい感じで歪むから楽になったとか言ってて、で相川さんのも確か A カーブなんだよね、ボリューム、あそうです、だからあのそうなあそうかそうかそうだね、でだからそう上げるとかそうだね、そうかもしれないですね、で相川さんもエフェクター使わないからさ、あの普通になんかこうとかなんかそれムーマンとか使い分けてめちゃくちゃ、俺もやっぱやってたもんね昔は、そういうの、今もやらないことはないけど少なくなりましたね
でも楽は楽でしょ、エフェクター頼ると。まあまあそうですね、うん、はい、だけどそこに戻んなきゃいけないのが嫌だよね。そう足元昔ね、土屋正美が面白いこと言ってて、四郎君階段の上と下に電気のスイッチあるじゃんって言うのよ。いやあるけどあれをやるんだよって言うのよ。だディストーションにあってて、うん、もう一個にスイッチボックスにケーブルでつなぐのよ。こっちでオンにしても向こうでオフにできるようにしておいたら楽だよって。いやでもそれなんか話がややこしいから嫌って話なんで、それだったらもうローディーに切ってもらった方がいいっていう話なんで、うん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 、ちなみに今日あの3本ギターねお持ちいただいてますけど、はい、基本的に今お持ちのが72っておっしゃってた、ね、そうです、はい。であと、残りの2本が60何年とおっしゃってたんですか。これが71年で69年です。69年スタートアウトが69年これ9年ですね、うん、それもでもピックアップやっぱ変えてますよね。変えてます。正魔弾丸に変えて、あと言い忘れてましたけど、はいはい、あのリアピックアップに関してはシングルになるように、だからこう、まあだからあんま違う分かんないか、シングルになるように改造してて、うんうん、これでバラードの時はこっちでやったりとかっていう風にしているので、よりあのハイパワーのピックアップをつけるとゼロからだから10がこうよりもっとこう広くなるっていうか、それでやってる。シングルどっちなんだろうね、ブリッジ側なのかセンター側なのか。いやちょっといやでもだいぶ違うよね。まあ、違う、そうですよね、うん、あでもネジが調整できる方なんだろうな。それはあれですか、そのもう2本の方も同じ同じようにしてます、うん、はい、ということはトーンはマスタートーン1個と1個とリアがシングルできるつもり。そう、うん、そうです、そうです。マスタートーンっていうかもうボリュームしか生きてなくて、トーンはカットしてる。カットしてるんですね、はい、うん、両方とも、うん。デスボールは普通のライブでフロント使うことはあんまりないもんな。結構できるな。そういうちょっとウーマントーンのソロとか、うん、一瞬出てくるぐらいですけどですかね、うん、僕も。でも海外の人ってさリズムギター使うよね。だってリズムって書いてあるんですよ。まあ、確か書いてありますよね。だから多分あのリズムこういうのでやっといて、でリードになるとなんか。硬くてよかったみたいな。レスポールさんとかそうじゃないですか。そうですね、だからレスポールさんが名前つけてたらきっとそうですよ。こういう音でやってくれ、なんかこうやってるよね、多分。あとあの例えばその今ピックアップをあの交換してるのと、はい、この、まあ、シングルに変えられる、はい、まあ、トーンをコイルバランサーっていう、ね、はい、あとなんか変えてるとノブ自体も全部変わってません、もしかして。そうだからスピードノブが好きみたい。そうこれはもう必ず交換するんですよ。もう言って僕絶対こっちはソンブレロノブですよね。それはやっぱスピードノブの方がやっぱりあれですか。なんかやっぱりやりやすい。いや見栄えもあるよね。それもありますよね、うん、で今はそんなに細かく使わないけど、デビュー当時は本当にバッキングとソロとなんかとってこういろいろ変えてたので、もうさっと、ね、あの共通のあれで野山明夫いたじゃん。おいおいおい、明夫って線でいっぱい張ってたね。あそうでしたっけ。10となんか7ぐらいと3ぐらいで線張って、ちょっと待ってくださいはいいですよって言って結構マメなやつで彼も意外と ALB フリークで、あーそうですか、ね、同時期で同じレーベルでベルズっていうバンドでギターやってたんですけど、あとはなんかあれですかね、あのギターに対な、まあ、パーツ交換のこだわりとか、まあ、これはこここのギター、まあ、入手したらこの辺はこうしちゃうなみたいなこととかってありますか。まあ、最近ねそんなにレスポール入手してるかどうかわかんないですけど、うん、いや、まあ、でも全部グローバーだよねペグは。あそうあでもこれなんかね、もうあやばいなまた忘れちゃったけどまあでもグローバータイプです。うん、いわゆるそのつまみがその形っていう。そうですそうです。これもあれだったんですよ最初、あのいわゆるクルーソンのゴールドの形。あ、はいはいはい、だけど、まあ、6式に変える時にもグローバータイプになっちゃったんですけどね。うん、まあそうね、うん、それはこれでいいなって感じだもんね。
ピックガードはやっぱ全部外してる系なんですかね、やっぱりね。いや、ついてるのもあるんですよ。ついてるのもあるんです。あんまりそこは気にならないですか、ついててもついてなくても。その引きやすさじゃないですけど、あんまりどっちもまんべんなく使うようにして、あの両方とも慣れてるよう、慣れるようにしてます。そっか、やっぱあるとない違いますよね、違いますからね、全然違いますから。特になんかバッキングのアルペジオの時のほら指の置き方、あ違う、ね、手の置き方あるじゃないですか、その時に高そうそうそう、わおってありますから、だから両方慣れるようにもうずっとしてます、うん、なんかご自分でこだわりがあるわけじゃないんですか、外した方がかっこいいとか。そんなわかんないですけど、いや、あやっぱそういうこだわりはあんまり、うん、あった方がいいかなと思いながら、でも最初からないまま買って、これも中古で買って、ね、あれはあるまま あったりとか、なんかそういう その違いなんで す、ね、2000年で白って、うん、やっぱりピックガードあった方がかっこいいじゃないですか。かっこいいです。いや、そうなんですよ、これ外してる人いるんですけど、あんまり好きじゃないよ、ね、ちょっとなんか、うん、なんかメイクしてない女性みたいなね、うん、いや、なんかね、締まらないですよね、うん、そうか。だからあのもう69年71、2年だから関係ないけど、74年以降ってナッシュビル中央マチックになるじゃん、太いやつ。あで、それ嫌だから、土台は太いんだけど、なんとか細いの後藤を無理やり入れてる、リーまで広げて。だから僕はもともと持ってたのは74年なんですけど、はい、たまたま73年までの仕様なんですよね。あのエスボルガーですよね、うん、だからあとね、このサムナットあるじゃないですか、これ取ったらくるくる回るじゃない、でこれをもう1枚買ってきて2枚キュッてやると高さが固定されるじゃないですか。おお、なるほど。そしたら好きな原稿が変わらないっていうね、のはやってましたね昔。これ僕は変わらないやつをつけてもらってて、あ、閉める、横閉めれるやつ、よし、わかんないですけど、もう調整したまんま、あ、なるほど、上から閉めれるやつ、動かない、うん、そう、うんうん、あ、そこはオリジナルの ABR1 はあのこだわってないんだね。そうなんだ、ね、うん、フリーダムカスタムリサーチさんに、うん、はいはい、僕はあれですよ、もうこれちょっとでも軽くしたくて、これアルミのやつ買ってきて、あもう何グラムしか変わらない情報源。いやでもね、でもありますよね。そうだよ、私ずっと聞いてて、聞いていいですか、あのギターの弦、あの、切ってないじゃないですか、はい、これなんか理由はあるんですか。いや、昔ヤングギターかなんか読んでて、やっぱこれ切るとほら、あのギターのなんか響きがちょっと死ぬみたいなことを、まあ、はっきりは書いてないけどじゃないかっていう話を聞いたりとかして、あ、読んだりして、はいはい、だからほらくるくるっと丸めてる人とか、はいはいはい、昔楽器屋とか、まあ、丸めてましたもんね、うんうん、っていうのがあって、僕はそのままにしてる。そのなんか記事を読んでそのまんま、あ、そうなんだ。今こんな人誰もいない。そういえば最近あんま見ない気がしてる。ちなみに、はい、巻弦は無理ですけど、うん、1、2、3弦はコイン2個でピュッてやったらくるくるくるなりますよね。なりますよね。いや、なんかあるのかなとちょっと思って。いや、ないですよ。いや、でも今やトレードマークにして、トレードマークいや切らない方がなんか音はいいんじゃないかっていう記事を僕も見た記憶ある、ね、そうです、うん、そう特に貼る前に切るのは良くないとかね。うーん、じゃあストラトとかダメじゃないですか、切ってこう入れないといけないと思ったんですけど、結局先に切ってダメのような弦はもう買わないと。あ、そういうことですね。いや、本当にあったのよ、切ったらくるくるってなってこうダメになる弦。 あ、うん、あと弦を袋から出してさ、ピュッとまっすぐなんだけどこうなってる弦あるじゃん。はいはいはい、あれはやっぱなんか嫌よね、ねじれてそうで。そりゃ嫌です。そう、六式ペグは一周回さないじゃん、はい、だからねじれないのよ。だから弦張るじゃん、うん、でペグに3回ぐらい巻きつけるじゃない。でギューッと3回ぐらい巻きつけてこうやって引っ張ったらね、ボールエンドがくるっと回るのよ、うん、だから3回回るうちに絶対弦ねじれてんのよ、片方に。なるほど。それを最後に締めるちょっと前に引っ張ってねじれを直すとなりがいいらしいよあ、でもそれはなり、そういう意味では理屈で良さそうですね、うんうん、だから本当にちょっとくるっと動くのよ、完全に締め切る前にこうやって引っ張るのね、うん、やっぱペグにポスト巻くだけでもねじれていくもんすもんね、多分多少、うん、ねえ、そういえばそうですよね、うん、そう、いろんな ね、そ、弦は何を使われてるんですか。サバレスっていう弦と、この間、あ、結構高いフランス製なんですけど、それと別にダンロップが、
お茶の湯の ESP で安く売ってましたんで、1046が、すいません、これ買い占めてもいいですかって、あ、いいですよって言って14セット買いました。今現高いじゃないですか、なんかね、ウクライナのあれとかのせいもあるのかもしれませんけど、異常ですよ、値上がりが。ちなみに森さんはアニーボール、アニーボールですか、はい、ずっと、いや、アニーボール安いなって気づいたのがいつだ、2000年超えてからですね。それまでダダリオです。あ、でもダダリオも、ね、高くはないもんね、うん、というかね、僕が21、22の頃アニーボール1200円ぐらい、いや、めっちゃ高かったですよね、はい、だから大卒の初任給が5万とか、高い、そういう時代に、高いですよね、1200円。だから1980年90年にかなり安くなって、でね、ダダリオもアニーボールもアメリカより日本の方が安かったのよ。あ、そうなん、どういう取り組みか分かんないけど、だからイギリスじゃなくてロスとかロンドンにレコーディング行く時、ローディーチームは日本で3泊を買って行ってた。ロンドンの方が高いし、アメリカも安くないからって言って。ちなみにゲージ太さはどう？あ、1046、1046です。で、あの、世界的スターはみんなそうなんです。あ、そうなんですか。1046なんですね。で、いろいろ増えていくじゃないですか。区分けとしては何かあるの？レスポールがこう何本もあって、自分の中で。まあ、あるはありますけどね。うん。うん、でも、そんなに、あの、うん、そんなにない、変わらない。いや、だから例えばさ、まあ、俺の話するのはなんだけど、あ、今回のツアーはこのギターメインにしようと思うじゃん。うん、そしたら、なんとかそっくりなギターをもう一本入手するのよ。あの、タッチも。で、部品も変えて、例えば JFX モデルとアメリカンスタンダードでも部品を変えて同じようにするのよ。うんうんうん、で、そのギター焼きたら片っぽ売るんだけど、とにかく似たような音ができるのが絶対一本必要なのよ。へー、で、似てる基本は持ってるレスポールは。それとも、いや、そういう意味ではやっぱ違いますね。あ、本当、うん、じゃあやっぱりこのツアーはこれっていうのはある？今回はない。いや、それはもうほぼ一緒です。ほぼこれがメイン、うん、そうですね、うん、だからまあバラードでこれ行くのかこっち行くかっていう、またその時ツアーによって違いますけど、うんうん、そういう違いで あるね、それ、うん、そのバラードのバッキングとか、うん、ソロもそうだけど、あ、こっちの方がちょっといいなってなんだよね。ちょっとなんだけど違うんだよね。そう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 、そう、住宅もそうだけど、それこそ鮎川さんも、うん、デスポールカスタムいっぱい持ってますからね。あ、そうなんだ。あの、一番使ってるの生で見たことある？ええ、それはもうあります。いや、じゃなくて、こう触ったことある？いや、触ったことはない。もうね、触ったことあるけどね、引いたことないんだけど、触れない、うん、もうここ折れて半分ないのよ。でさ、このエスカッションのネジとか絶対それ緩められないでしょっていうさ。写真見るとすごいですもんね。すごいですよ。全部錆びついちゃってるみたいな。でも、うん、もうハゲハゲだから、ハゲハゲだ、ここも全部剥げてるしね。すごいですよね、あれは。すごいですよ。どうやったらああなるんだろうね。ねえ、すごいなと思ってますけど。まあ、でも、これも、うん、本当に、これジャケットでなっただけですからね、これ。へぇー。そうですか。裏でも結構相当引き傷、ね、うん、これ、いや、これね、違うんですよ。え、違うんですか？これワンツアーなんですよ。え、これね、ベルトのバックル、バックルが削れやすいバックルが一回あったんですよ、そういう衣装が。あ、それスタイリストさんが持ってきて、僕もルックス気に入ってたんで、でちょうどその位置になったのよ、ギターの高さが。その、はいはいはい、もうちょっと低いか、もうちょっと高いじゃならないんですけど、ちょうどここの子にいる。うん、でも、かっこいい、かっこいいとこに入ってていいじゃないですか、裏側、まあね、っていうか、いまだに長さ平気ですか、ストラップ？いや、ちょっとちょっと上がってるかな。いや、あのさ、ストラップ、これはそうでもないけど、あの、ちょっとずれるストラップあるじゃん、あの、こうずるずるってなるやつ、普通にアニボールみたいな、でこうやったらさ、あ、長いかな今日ちょっと、と思って、ちょっと5ミリぐらい短くするじゃん、うん、5ミリでも弾きやすいんだよね。だけど、かっこ悪く短いの嫌じゃん。そうそう、だから自分がこう鏡見て我慢できる、できる短さ、あの短くなさあるじゃん。なんか、いや、ハードコアでこういう人もいるけど、うん、なんかね、これ嫌なのよ、このなんか変なギター正当派高さっていうのが。そうそう、分かる分かる。でも、このベルトが見えないのも絶対ありえないっていうね。そうなのよ。でも 森さんも結構長めですよね、ストラップ。そうですね、昔から結構長い、やっぱり長め長い。それ学生時代から一貫して？もちろんそうです。あ、どう、うん、偉いね、偉いね。いやいや、いや、やっぱ
ねえ、なんかやっぱ格好あるじゃないですか。だってもう俺の中でやっぱ、まあ、ギターも論外ですけど、うん、もう上がってでいいのはフィルリノットだけで、心理人の、心理人の、あの人はハードロックからもパンクからも好かれますよね。いやあれはスーパーだ、あれはもうそうですね、うん、そか。いやでもジミー・ペイジさんも、いや弾けてない、すごい低いですよね弾けてない曲もあるけどすごいよね、すごいですよ。でも最近僕の周りベースはまあまあいるね。ザ・キッズの服部圭とかすごいですよ、はい、長いですか、低いですか、低い。だから松本慎二が生まれて初めてアンコールで借りたんですよって言ったらさ、うわ届かないとか言って、で3時 A レベルのベースも低かったんですよ、はいはい、低いですよ、かっこいいですよ。でその時にあのショットガンのベースの、あの白井兄弟のお兄さんの方が30のベースこう持ったんですよ、はい、そしたらあれ大事なとこが隠れてませんけどってそんぐらい30も長かったんですよね。長かったっすよ、うん、てか ARB そうですよね、一郎さんも結構長かったイメージあるんですけどね、うん、ブギーの広告の写真とか、はい、演奏しないときはもっと長くしてました演奏しないときは本当に できる長さよりでもなんか演奏してるときも長かったっ、いや、あのね、キース・リチャーズが気にしてないのかわからないんですけど、はい、キース・リチャーズってギターに一本一本同じデリキャスターでも長さいい加減だった時があるんですよ。それを気にしてないのか意図的に入れてるのかわかんないんですけど、なんかねこう座って弾いてる写真があって、はい、もう異常に長いのよ。5弦だったらわかるけど普通の6弦でも長いんで、はいはいはい、でもやっぱり弾けないと自慢できないんで、弾ける範囲での長さっていうのはねこだわりましたね。でももうこの番組でだいぶ前にレスポールの時に言いましたけど、クラッシュの初来日の時、はい、ジョン・ストラマーとビッグ・ジョーンズがビザの関係で遅れたんですよ。で突破ヒードンとポル・シモノが音出したいっつって初来のレオミュージックのスタジオに楽器セットしてあったんですよ、でメンバー帰った後俺友達と一緒に潜り込んだのよ、角田博もいた、でビッグ・ジョーンズのレスポールパッド持ったのよ、そしたら ベルト隠れたのよ、あれ短いじゃんと思ったのよ。で翌々日サンプラザかなんか見に行ったらベルト出てんのよ、ウエストが俺より上にあるんだと思っていやでもそうやって考えたら俺頑張ってるなと思ったよ。俺手短いんですよ一般の人より。そうですか。もう親父の遺伝で、親父もね、あの大正生まれだけど身長70以上あるんですけど必ず下着のシャツ折ってたもん、多分遺伝で短くて、今でもジャケットでもシャツでもかなりお直しある方なんですけど、でそれから考えたら俺頑張ってる方だと思いますよ足も長くなく手も長くない中で、いや全然森潤太の歴史を聞く話から違う話になってますけど、でも結局レコーディングもレスポール多いの、うん、もちろんですよ本当。いやなんですけど、実はこの数年間かな、2000年入ってからは1本デラックスを買ったんですよ。レスポールデラックス、デラックスを買って、うん、はい、なんだけどもう最初からラージハンバッカーにもう交換されてるやつを買って、はいはいはい、でそれがいい音で、あ、趣が違うと、レコーディングはそれで使って、へえ、それなんですよ。それもうライブじゃ足りないんですよ。いや、なんかあたかもストラトとか違うギターを使うぐらい違うんだ、その他のカスタムと。いやそこまでじゃないんですけど、うん、そのなんだろう、いや本当に見ないで聞いた時の音がやっぱ一番いいんですよ。そのこれってやっぱりこう見て聞いたらやっぱかっこいいから、かっこいいって思っちゃう自分で言うのは変ですけど、いやいやでもライブとか絶対そうだよね。ですよね。目のあれが入ってる。これがやっぱゴールドトップのそのデラックスだと、別にそれはかっこ悪いわけじゃないんだけど、って感じになるけど、でもやっぱ音は一番いいんですよ。いいというのか、その迫力があるとかそういうことじゃなくて、その曲の中での適度な暴れ具合になるってことですね。そうですね、うん、そうですね、はい、それでも分かるな。結構今までもじゃあずっとほぼレコーディングとかもレスポール1本の感じ、他のギターってあんま使われだから、たまにありますけど、まあ、テレキャストをちょっとプラスしてとかそういうことありますよ、うん、でも基本はレスポールなんですね。そうそう、だからまあでももっとすごいのが、あの鮭
レッドオリアーズの小暮君は、うん、鮭モデルってストラトシングルコール1個じゃん、リアピックアップ1個じゃん、 あれだけでアルバム2枚作ったって言ってたよ。すごい。ダビングも全部あれ全部あれでさ、いや俺何も知らなかったからさあれで言っちゃったんだよね全部。お前それ逆にすごいことだぞっていう話で、僕もあれにはあったね、もうほぼこのギターだけでアルバム1枚作るような時は、うん、ありました、ね、うん、ていうかそのギターでできるバリエーションでなんとかなるんじゃないかみたいな、うん、あの違うギターとか使うと気分転換にはなるけど、うんうん、逃げてるとは言わないけどやっぱり同じギターで同じアンプで表情を出す方がプレイヤーとしては楽しいし正しいかなと、うん、まあだからあれですね、あの まとめることもないけど、うんうん、あの2人とも年齢は違いますけども、はい、まだまだ進行形でギターを覚えていきたいなと思ってますけど、いやまあちょっと今年は無理でもいつかまた共演できるように磨いてまいります。こちらもぜひ、いやいや、ぜひぜひ、なんかお二人の僕も練習します。皆様によろしくお伝えください。わかりました、ありがとうございます。はい、ジュースカイブカーズ森井俊太さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。DVD シェアナンバーワン、アトスインターナショナルのギターレッスン見放題サービスがスタート。ブルース、アドリブソロ、 F マイナーというのは、ね、音楽理論、こちらにあります、機材セッティングなど DVD で人気の映像が100本以上見放題。アドリブ、スケール、音楽理論までギターの全てがわかります。アトスギターレッスン、今日からあなたもギタリスト。